身長美容医師学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関することを発信していきたいと思います。身長とかした人はチャンネル登録よろしくお願いします。ということでね、本日お話しさせていただくのはね、小学生男子身長伸ばす方法ということで、8歳とですね5ヶ月のですねお子様のモニターさんの動画を通しながらですね、5歳から11歳12歳ぐらいまでのですね男の子ね、お育てのご両親の方にですね、ぜひ見ていただいて、どういう風にね最終的に身長ですね獲得していくのか、また今ですねどういった時期なのかとかですね、そういったのをねご理解いただける機会となればいいかなというふうに考えております。ですのでぜひね、小学生のですねお持ちのですね、お父様お母様、もちろんねご自身でも見ていただいてもですね十分勉強できる動画かな、そういった動画ね作ってきていると思いますので、ぜひ最後まで身長伸ばしたい人はご覧ください。それではちょっと、ね、画面を移動してデータを見ながら一緒に検討していきましょう。それではですね、今回は8歳と5ヶ月ですね、今回はですね 121.6 センチの 21.6 キロのお子様ですね。このお子様がまずどんな形でですね成長してきたのか、そしてそこからですねどれくらい身長がですね期待値としてあるのか、そういったのに対して、何かしらでですねできることがあればどういったところをやっていくのかっていうのをね、そこをちょっと説明していきたいと思います。今日ちょっとね、いつもよりも少しね詳しめに説明しようかな、頑張っちゃおうかな。まずはねこのシートの方ですね、いつも、ね、見ていただいている方だったらご存知だと思います。成長シート、身長先生の成長シートですね。日本人の平均的な身長伸びはね表にしたものになります。なのでこれを使うとどれくらい将来ね身長伸びるか分かります。これはですね LINE で無料で配布しておりますので、欲しい方ですね公式 LINE の方にですね成長シート希望というふうに送っていただくと送ります。ということで、ね、今回ね8歳と5ヶ月 121.6 センチのわけなんですけども、まず最終身長一緒に予測していきましょうというところになります。このお子様の今までのね身長の低下をもうちょっと共有していくと、こんな感じですね。3歳6ヶ月で 90.3 センチ、4歳0ヶ月で 94 センチ、4歳6ヶ月で 96.7、 5歳0ヶ月で 100.8、 5歳6ヶ月で 103.8、 6歳107、そんな形で、ね、成長してきたわけになりますので、これをね、いつも通りこう成長シートに当てはめるわけです。ペンとかですね色塗っていただくと類似したような状況が作れると思います。まずはですねこういったような状況から最終身長が何センチになるのかを一緒に予測していきたいと思います。いつも通りですねこのカウンセリングシートを使いながらですね、実際にご受診いただいてもこういったシートをですね埋めながら皆さんに説明しております。では実際にやってみましょうということで、最終身長予測するっていうふうに考えた時に、当然1個だけの項目で予測するわけではありません。例えばですけども天気予報を、ね、予測するのと一緒で、複数の項目をですね、総合して加味していくわけですね。例えば今回であれば現在の身長、過去の身長、レントゲン検査、新規症状、ご両親の身長、こういったですね、5個の項目を総合してですね最終身長予測していくわけになります。ということで、まず1個目の項目ということで、8歳と5ヶ月でこのお子さんは 121.6 センチだったということですね。ここでまず最初に1つ目の基準値を作っていくような形になります。基準値というのは平均的に伸びていく、つまり統計学的に予測される数値ですね。そこをまず検討していくわけになります。そこで非常に有益になってくるのは成長シートですね。この成長シートは日本人の平均的な身長の伸びを表にしたものになりますね。8歳5ヶ月ですと、類似的に考えると8歳6ヶ月というふうにね考えられるわけですから、今回だと 121.6 センチですね。ここら辺にいらっしゃるわけですね。平均的に伸びていったら、下に身長が降りていくと、こういう風なのが平均的な伸び率。それに対して伸び率が悪い子ってのはこういう風に左側に行くわけですね。逆に伸び率が高い子ってのはこういう風に右側に行くわけですね。なのでまず平均的に伸びてったら最終的に何センチになるかって、そこでまず基準値を作るところが大事になります。なので単純に言うと真下に下ろせばいいってわけですね。このままね、数字をね。そうすると 164.5 とか 165.3 っていうところがわかりますので、まずはここが一つの基準値になるわけです。それでは先ほどのですね、最終身長を決めていくと 164.5 から 165.3。だいたいこれぐらいのペースにいらっしゃるよっていうところになります。ただ先ほどお伝えした通りですね、これはあくまで平均的な伸び率ですよね。例えばですけども、ぐんぐん伸びる子もいれば、あれ思ったより伸びないなってこともあるわけです。なのでそこで2番目以降にそれが平均的な伸び率を今後期待できるのかどうか、そういったところを検討していくような形になります。2番目の項目ということで、現在の身長に対してじゃあ過去の身長どうだったかなって見てみましょうね。こういった過去の身長がどういったような意味合いになってくるかっていうのを次検討していくわけになります。もちろんこの数字だけをこう見ててもですね、なかなかイメージが湧きませんので、成長シートに書き起こすわけです。こうやって見てみると非常にこうね面白いんですよね。よくあるパターンだと私は思います。比較的小さい段階で生まれてきて少し大きくなって、平均的な伸び率ここは高かったわけですね。ずっとね高くて、ここから逆に平均的伸びてきたっていうこのパターン、これよくあるパターンですね。ぜひチェックしてください。普段見ていただいている方でよくご存知だと思うんだけど、5歳ぐらいまでの身長ってのは非常に個人差が大きくて、身長が伸び率高い子もいれば低い子もいるってところで、本当に動きやすいです。逆の表現をすると、おそらくなんだけども3から5歳とかこういった時期に身長をコントロールしてあげる
っていうのは将来的には進んでくると思います。なぜならばそこにボラティリティが存在するから、ボラティリティがある時期にですね、そういうふうにですね、何かしら外部的な介入を行うことによって最新値はね、大幅に改善することが期待できるわけですね。で、そのこういった時期は本当すごく大事なんですよ。大事なんだけども、じゃあなんで私がですね、そういった時期にあまり診療してないかっていうと、治療はね、本当言うとできると思います。ただし採血ができないことが多いんですね。5歳でも結構ギリギリなんですけども、採血できない時と何を根拠に持って治療してるかっていうのは不明確になってしまうので、そういった意味ではあんまりやってないんですね。ただ実際には変動率の高い時期に治療を介入するっていうのはある意味すごく理にかなってるかなというふうに思っておりましています。もちろんね、治療だけでなくて栄養改善とかそういった意味だとぜひ皆さんにも改善していただきたい。今の時点で最もですね、大事な栄養素をすごく感じるのはやっぱ鉄ですね。こういった時期にですね、しっかりと鉄分を摂取するようなことをですね、皆さんにも行っていただくと私はいいんじゃないかなというふうに考えています。まとめますけどね、5歳まで非常に変動する値が大きいんですよ。実際変動率が高いですよね。このお子さんに関してはもうちょっと厳密に言うと6歳くらいまで変動してたって表現ですので、さらに個人差があったという表現でしょうかね。まあ、ただこういった時期っていうのはまだまだ変動率が高いよと。それに対して6歳以降って比較的真下に降りているっていうところから非常に平均的っていう表現ですね。なのでこのお子様はこういったような骨格をもうすでに持っているってことになりますね。この表をね、もう少し俯瞰した目で見てみましょう。こういう風に見てると、こんなに実は表って大きいんですね。こうやって大きな表で見てみると、すごくボラティリティが、例えばですね、変動率がものすごく高ければ、こういったようなグラフだってもちろんね、期待されるわけですよね。ここら辺だと最終的に160センチの前半台。こちら方だと180センチですね。こういったような表ももちろん皆さんは期待するわけです。いわゆるですね、高身長と呼ばれるようなところまで行くみたいなことも皆さん期待するわけなんですけども、実際問題は、ボラティリティ、変動率が高くてもこれぐらいの変動しか起きない。ここも結構重要なポイントになります。なので、こういうふうに大きな目で見ると、ここら辺で生まれた子が180センチがなるような可能性はもうほぼないというふうに考えても、私は問題ないと思います。もちろん、ね、例外はありますよ。例外はあるんだけども、多くの場合は骨格がもうある程度ここで出来上がってきてます。5歳超えてきた時点で、それなりに骨格が出来上がってきてるってことから考えると、180という説はもうすでに今時点でない。もうちょっと厳しく言うと、175も結構厳しいかもなっていうところが、この時点でまず分かるわけになります。まあ、成長曲線が予測するところで、まあ、過去の身長から見てみると、まあ、5歳から6歳ぐらいまで非常にすごくですね、キャッチアップの様子が強かったと。ただしその後は比較的ですね、自分の骨格ってものを形成されているような様子で、この後も平均的に伸びていくってことが推察されるタイプですよね。平均的な伸び率っていうのが期待される。これどういう意味かっていうと、1番目で求められたような 164.5 から 165.3 っていうような数値が比較的妥当性が高い、もしくは1番目のこういった数値をですね、指示するような内容が2番目から推察されるってことになります。次ですね、レントゲン検査を見てみましょうというところになりますね。このお子様はレントゲン検査としては、私の目視だと8歳と3ヶ月というふうな評価にしました。それに対してですね、パソコンの方で読み込むと、 A モードで見てみると 9.05 歳、 B モードで見てみると 8.74 歳ということで、こういったような側面から見ると、私は実年齢8歳5ヶ月に対してやや低めの予想、パソコンの方でちょっとやや高めの予想ってところで、私の方で、ね、まあ、ほぼ年相でしょうって評価にしましたけど、早熟でも晩熟でもなくて比較的平均的ってところで、これもやはりです、ね、1番目の 164.5 から 165.3 に向かっているんだってところね、こういったのをね、指示しているようなところに合致するでしょうというふうにですね。骨年齢に関してね、詳しく知りたい人は骨端線を理解して身長を伸ばせ徹底解説、そういうのを見ていただくとね、ここをどういうふうにして細かくね、この数字を出したのかっていう説明もしていますので、ぜひご覧ください。ということで、今のところね、こういったような数字が妥当性が高いんだってところになります。そして4番目です。ここものすごく大事なポイントですね。春季症状ってところで、今回に関して言うと春季症状出てないわけですから、まあ、今後ね、どういうふうな春季症状をたどるかってところがすごく大事なポイントだってことになります。まあ、春季症状で分かりやすいのは声変わりや陰毛、こういったようなのがものすごく大事になってきます。今回はね、小学生のお父さんお母様が中心に見ていただいていると思いますので、ぜひですね、こういったところ注目してください。で、私がね、すごく感じるのがこの声変わり、これに関して言うと、お父さんお母様たちの評価が少し甘いというふうに思うことが多いです。実際には声変わりをしているにもかかわらず、毎日聞いてるからちょっと分かりにくいのかなって気もするんだけど、声変わりしてないというふうにして、万熟と、全然うちの子は心理入ってないとかね、というふうに思ってる方も多いんですけど、実際ですよ、声変わりしてる人も多いです。今回で8歳ですので、さすがにね、新規症状が始まってるってことはないですけども、少なくともですね、まあ10歳ぐらいあたりから、そういった新規症状が出てこないかっていうのは、ね、十分に注意して見ていくといいと思います。ここにね、早熟っていうふうに書いてありますけども、こういったような11歳未満でおちんちの毛が生えるとか、12歳未満で声変わりをするとか、こういったようなデータが出てくると、非常に最終身長として低くなる予測になります。この情報だけで見たときに、こういったような条件が達成される、いわゆる11歳0ヶ月で陰毛が生えるとか、声変わりが12歳0ヶ月されるとか、そういったようなデータが出てくると、このデータだけでいくと、大体160センチなんです、最終身長がですね。そういったようなペース感なんだよってことです。なので、これだともうすごくピンチというかですね、すごく低くなる可能性が出るっていうのが、ここからですね、危機
き取らなくちゃいけないってことになりますので、皆さんもぜひご注意ください。それでは思春期症状の部分についてもう少し説明していきたいと思います。例えばですよ、思春期症状が非常に平均的に出てきた。わかりやすいところでいくと、陰毛がですね、例えばですけども、12歳半とか、13歳とか、声変わりが、例えばですけども、13歳だと仮定します。そういったお子様ってのは、この表でいくと、この真下に降りることが期待されるわけです。こういう風なグラフを形成していくよってことですね。それに対して、例えばですけども、陰毛が10歳と6ヶ月で入ったとします。10歳と6ヶ月もし生えたとすれば、このお子さんも早熟確定なんですよね。こういった場合どういったグラフになってくるかというと、まず下に進むんです、ここまでは。ただし、10歳6ヶ月陰毛がしっかり生えてくると、ここのラインなんだけども、ここの半年ぐらい前におそらく新規始まってますので、10歳0ヶ月ぐらいから、ばばばばっと伸びていって、11歳と6ヶ月とか、12歳とか、ここら辺をおそらく頂点に持ってくるような形のグラフになると思います。そこがぐーっと落ちていきます。で、先ほどお伝えした通り、まあ大体なんですけども、160とか、そういったところに落ち着くようなデータになって、10歳6ヶ月でもうちょっと厳しいかもね。少なくとも160センチ未満になるというふうになってきますよ。ピンクがこれがいわゆる早熟と呼ばれるタイプの、まあ、グラフになるわけですね。一方で陰毛がですね、仮に遅かったとしましょう。例えばね、14歳0ヶ月とか、そういったような時期に生えてくるようなタイプのお子さん。今回今3パターン見てますね。もう一度復習しましょう。平均的なパターンだったら真下によるよ。この黒い線に辿るよと。早熟なパターンであれば、こういうようなグラフを描くよと。半熟の場合はですね、微妙に左側にシフトしてください。ガクンとシフトするというよりは、微妙に落ちていくことが多いです。で、微妙に落ちていって、今回だと14歳0ヶ月で陰毛が入ってくる。つまりは、じゃあ13歳6ヶ月ぐらい。こういった時期に、新規症状が出てきますので、こういった時にバーッと上がっていくと。バーッと上がっていくと、こういったようなグラフが出てくるってことですね。なんで、半熟の子だとすれば、170弱ぐらいがね、推察されるわけですね。一方で、早熟の場合は160未満。早熟、ここが半熟。これぐらい差が出るんですよってことですね。なので今後の新規症状を見極めていくっていうのは重要なポイントになっています。早熟タイプのお子様であれば、ここら辺ですぐですね、キャッチアップしてあげて、あ、うちの子は早熟なんだというふうにですね、認識していただいて、例えば病院の方に来ていただくと、こういったカーブを少しねじ曲げてあげること。治療によってカーブをある程度ねじ曲げてあげることによって、最終身長を改善するというようなね、作業もできますので、特にね、こう新規症状に関して厳しくね、見ていただくといいんじゃないかなというふうに考えております。最後ですね、5番目の項目ということで、ご両親の身長ということで、父様とお母さんの身長でちょっと見てみましょう。お父様178のお母様151ということで、父親の身長、足すお母様の身長、足す13、割る2ってところですね。これらを計算してみると、171センチということで、遺伝的に考えられる身長って171センチっていう表現になります。で、先ほどの成長シートの方で見てみると、ここに該当するわけですね。こうやって見てると、晩熟でさっきパッと予測したよりもさらに高い位置にあるっていうところになります。どういうことかなってところで、お父様の身長とお母様の身長をもうちょっと紐解いていきます。今回ですね、結構特徴的というかですね、お父様高いんですね、178ということで、ここら辺にいらっしゃるですね。お母様151センチっていうところがあります。お母様をですね、まあ、近似的にですね、男性に書き起こすと、まあ、163センチぐらいなんですね。お母さんここってとかですね、父親がここ、で、お母さんここってなってくると、これもう明らかですよね。完全にお母様にのタイプっていう表現になります。なので、遺伝身長としては高いんだけども、基本的にお母さんと同じ体質なんだよってところになりますので、今回に関して言うと、遺伝身長よりもお母様の身長の方がおそらく参考なんじゃないかなというような印象を受けてきます。ということで、これらをまあ踏まえるとどれくらいになるのかなっていうふうなところを予測していくと、最初にお伝えしたような平均的な伸び率がまあ非常に妥当性が高くて、少し低くなるかもしれない。163とか166ぐらいになるでしょうってところが予測値になってきます。ただこれもちろんね、予測外れることもあります。今回に関して特に新規症状が今後どうやって出るかによっても大きく変わると。あとはまあお父様の身長が高いことから、ここからですね、まあ大幅にですね、何か改善する要素が今後出てくるといいですねって表現になってくると思います。実際の診療だとここで一回ね、ストップして、採血の結果を見てですね、内容を検討していきましょうってところなんですけど、今回で採血出てますので、採血の結果を見ていきましょう。採血の結果を見るポイントですね、ちょっと説明していきたいと思います。採血は ALP とかね、男性ホルモンとか、結合指令要素がないかとか、あと成長ホルモンの濃度がどうかとか、あとはですね、まあ、ここには書いてないことだと、甲状腺ホルモンですね。そういったのもチェックしたりもします。あとね、糖尿病がないかとか、ね、こういったのも実はチェックしてますよ。かなり複数の項目を検討しているような形になります。性ホルモン、ここはなんとなく皆さんもイメージ湧くかなと。いわゆる思春期症状が出てきたら、こういった数字が上がってくるわけですよね。それに対してこの ALP、ここ結構大事なポイントです。骨の代謝。これを見ていくわけになります。これがすごく大事なポイントになります。ALP について説明させてくださいね。例えば、車がどれだけ
走りますかって質問を受けたですね、速さかける時間、そんな風に表現します。まあ、それと同様にですね、どれだけ身長が伸びますかって質問を受けたら、私はこう答えます。ALP かける骨端線だ。そういう風に表現します。時間に該当するのは骨端線。今回であれば、骨年齢が8歳3ヶ月程度、もしくはですね、ほとんど年相だって表現でしょうかね。年相だっていうのはどういう意味かっていうと、身長を伸ばすための時間が他のお子様と同じぐらい残されてるよって意味ですね。例えばこれが早熟の子で、骨年齢が進んでたりすると、1年分です、伸ばすための時間が足りないねとか、逆に言うと、半熟であれば1年分他のお子様にもね、身長伸ばせる時間が残されているよってところで、骨端線を見ることによって残された時間っていうのを算出することが可能になります。それに対してこの ALP、こういったのを見ると速さが分かるような形になりますので、当然ですけども、早ければ早いほどいいという表現になってきますので、そういったところを見ていくような形になります。ALP は今ほどお伝えした通り、車でいうところ速さです。時速に該当するわけですね。身長に例えるならば、年間成長率ってところにですね、期待値をですね、置き換えることができるわけですね。1時間走ったら何キロ走るかなっていうのが時速ですよね。それと同じようにして、ALP っていうのも1年ぐらいでこれぐらい伸びるでしょうというような表現だと思います。ALP はその日その日の計測値が異なったりだとか、するためですね、あくまでも参考に過ぎないところで、年間成長っていうのはね、本来的な意味合いとしてちょっと違って、1ヶ月スパンとか2ヶ月スパンとか、本当はそういったような数値が正しいと思います。ただし、年間で成長率を見てみるとイメージ湧きやすい。時速と同じですよね。分速で直されてもなんとなくイメージわからない。時速だとなんとなく100キロと速いとか、50キロと遅いとか、そういうのがわかるのと同じで、年間成長率に換算した方がわかりやすいという表現だと思います。で、こういうふうに見てみると、113以下だともう伸びてないんだよとか、175以下だと結構ね、年間成長率低いんだよとかですね、350以上だとすごく伸びてる時期なんだよとかね、500とか600ってのはすごく一番伸びてる時期で、例えばですね、年間ですね、10センチ伸びましたとお子様でいらっしゃると思うんだけども、そういった場合ですと ALP の値が500以上とか、そういったことを計測していることも多いです。今回ね、お子様のデータ見てみましょうということで、ALP が324とかですね、で、結構高いですよね。8歳と7ヶ月ぐらいだと特に基準値はありません。私の方でたくさん見てるので、まあ、勝手に私がもう基準値のようなものを作っちゃったような感じなんで、この時期で324は高い方かなって印象を受けますね。200ぐらいの子も多いです。200切ってるとさすがに低いなって印象を受けますね。少なくともこの ALP 化するとこのお子様で車のスピードが速い、そういったような印象を受けるわけです。ただし、まあ、今後もですね、治療を行いながらこういった数字がしっかりと上がっていくのかどうかっていうのも本当はキャッチアップしながら見ていくとより一層いいでしょうというわけです。男性ホルモンに関しては当たり前なんだけど検出してないと、今後もこういったのをしっかりとチェックしていって新規症状をちゃんとフォローアップしていくことも大事だと思います。亜鉛はですね、まあ、67なところで血糖値が80未満ですので、これ完全に血糖値という表現になってきます。血糖値が多いですから、これだけで病的かというとそうでもないんだけども、いろんなデータを見てみると少し補充してもいいかなと。80値が血糖値に対して100以上を、まあ、一応理想値みたいな表現でしょうかね。ビタミンに関してと 29.0、 これは20以下だと血糖値、40以上を理想値というふうに決めてますので、理想値には届かない、血糖してない、そういったの表現ですね。こういったのはしっかりと補充してあげることを比較的推奨度を高くしています。鉄の値はですね、かなり詳しく見ています。鉄の値はフェリチンという値ですね。貯蔵鉄という体にどれくらいストックがあるかって数字で、これは39で、17から321と、これはね、基準値を満たしています。それに対して TIBC、総鉄結合脳って言います。こういったのもね、321ということで、基準値が239から367と、これも満たしてるんですね。ヘモグロビン値ですね。貧血の値ですね。そういったところは 13.6 ということで、大人の基準値ですよ。こういったデータからは比較的このお子様ですね、鉄は充足されているという評価になってきます。ただし、鉄はですね、今後さらにこのお子様はここの数字がどんどん上がっていくわけなんですけども、そういったのをね、考えると、ある程度積極的に摂取することは望ましいでしょうみたいな表現もできると思います。それはサプリメントでやるのか食事でやるのかまた別だと思うんですけども、できるだけね、こういうのを改善していきましょうという表現だと思います。ここは YouTube なんでね、ここまでということにしたいと思います。実際診療であれば、ここからさらにですね、薬物介入した場合にどういったような結果が得られるのかとか、コストをどういうふうに取っていくのかとか、そういったところを加えてお説明していくような流れになっていくと思います。今後もですね、身長に関することで、ね、全身全霊で、ね、配信していきたいと思います。身長伸ばしている人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。